皆さんおはようございます。三戸市の土曜予報執筆者の松崎三戸と申します。普段は対面鑑定と電話鑑定を中心にやっているんですけれども、現在は、1分250円の電話鑑定の方が優勢であります。ちなみに今日は、1時半からショールームさんで引き当たりの配信を30分ほどやりまして、この後人は加えてたんですけれども、こちら埋まっております。明日以降のご予約でどうぞよろしくお願いいたします。さていよいよ皆さん土曜入ってまいりましたね。10月20日の4時38分土曜入り、今もう4時40分ぐらい、40分過ぎたところだと思うんですけれども、まあ一応ね、まあ、いろいろありました。もう本当土曜状態だと思います。昨日もうちに非通知で電話がかかってくるとかね、ありえねえみたいなことが結構あったんですけれども、まあ気持ちが落ちたらウォーキングということでね、いろいろ動いたりとか皆さんしていただけたみたいですね、 Facebook ページを見る限り。今日からなんですけれども、今日はですね11時15分ぐらいから あの強まる流れがすごく大切です。じゃじゃん。未来の自分に責められるとか理解されないかもと悩むことが起きる。先人の知恵や他者の決定を見て判断をしましょうということなんですけれども、何のこっちゃだと思います。でもね、これね、すでに私自身にはもう心当たりがあります。なんかこう揺さぶられるようなことがもしかしたら前日に起きてしまって、それで今の私のこのあり方でいいのかな、これって将来的にいい結果を生まねえかもなとか、まあ、そういう不安にのことなんじゃないのかなみたいな風に、私は自分自身は解釈し始めたところなんですけれども、まず皆さんにねお伝えしておきたいのはこれです。じゃん。私は本音でどう思ってるっていうことをね、大切にしていただきたいというふうに思います。どういうことかっていうと、これもう私の過去の話で話しますね。私の木版が教えてくれた先生がいるんですけれども、まあ、その人がね言ってたんですよ。ちょうど今の私と同い年かちょっと上ぐらいの年齢だったと彼女は思うんですけれども、まあ、なんかもう若い頃はね、毒でも何でもいいのだんだんガンガン吐いて、そしてそういうことが全部出てこなれていった方が美しいということを言っていて、まあ、それが未だに心に残ってるんですけれども、今日のあなたの心が大事で幸せでなければ、未来のあなたが反省することもそれを改善することもできないんです。だから今日私はこれをせざるを得なくてした、私は今こうしたいからこうするんだみたいなことをしっかりやっていけば、それが正しければその絵が正しいまま進んでいけるし、これがやっぱり違ったなっていうのを思いっきり滑っていれば、もうこうスライディングすればちゃんと足に泥がつくようなもんです。これはこう変えていったらいいんだなっていうふうに思うことができます。一番良くないのはこれはダメなんじゃないかなと思ったままダラダラ進むことなので、もう迷ったら自分の気持ちにね、今どうしたいんだよみたいなことをねちゃんと聞いてください。そうやって進んでいくのがいいと思います。そんなわけでパワースポットはやっぱりお寺ですね。もやもやしたり迷ったりした時、救っていただける、話を全部聞いてもらえるっていうところがいいと思います。やっぱりね、神社様の奥に控えているこの美しい鏡はね、そんな心の弱さで全部こうあぶり出してしまうようなね感じが、なんかこうイメージというかパワー的にあるんですよ、やっぱ鑑定をしていて。なのでそれが時にはとても大切なことだけれども、時には眩しいと思ってしまう時がある。でそれに耐えられなくなって進めなくなってしまうよりは、そういうものもあるのだと全部心で受け止めてね、進んでいくということがやっぱりね大事なような気がします。あとはラッキーナンバー聞きそうですね。10月の土曜波はかなり繊細な動きをするので、下手にラッキーナンバーバンバンぶち込んでしまうとずれてくるんですよ。なので、あんまり強くは進めないよみたいな書き方をしていたんですけれども、まあ、自分の状況に合わせて、まあ、私の場合は9ですかね、9999とかね、なんかね、こうつぶやいていたりするだけでも、ちょっと効果があるような感じがしますね。なんで、有効にお使いください。あとはそんな感じなんですけれども、もう一つ、特殊な流れとして、今日からですね、物を譲るとね、いいよっていうような流れがね、しばらく続くんですよね。プリントアウトしたから、もう一度ちゃんと見てみよう。ラッキーナンバー、結
秋土曜って物の購入とかにね向いてるんですけれども、はい、物をあげるのに向いてるのはね10月の20日今日から24日ぐらいまでの間ですね。ここあれです、物を自分が持ってるものでいいんでね、新しく買わずに、なんかこれ誰かに使ってほしいなみたいなものをねお伺いしてみるとかいいと思いますよ。20日から24日までの間、まあ、フリマアプリも良さそうですよね。有効に使ってみてください。そんなところですかね。で、ここで皆さんにお礼があります。土曜予報なんですけれども、今回1週間以内で4万円いくようなクオリティでいきたいというのを目標にしてきましたが、どうやら昨日4万円を超えました。ありがとうございます。見てはとっても嬉しいです。もうなんかね、毎日毎日15分ぐらいね、息子を遅刻させ、まあ遅刻させってな、しろよって言ったんじゃなくて、なっちゃったっていう感じなんですけど、すみません、すみません言いながらこうね、告って言ったりとかね、いろいろありました。だけれども、なんかそれに対して、おお、頑張れよみたいな感じをね、背中を押していただけたようなふうに思っております。あとはね、昨日、こう、行きがかり上、もう Facebook がね、土曜法これ撮ったんですけど、なんかねもう2回も何て言うんですか、サーバーの彼方に消してしまいまして、表面上はね投稿したらお知らせしますって言うんですけど、もう聞いてないよみたいな、お前あんたちゃんと話聞きなよみたいな感じになっちゃってたんですけど、ね、業を煮やして、それで YouTube にね上げました。で YouTube はねより一層いろんな人が見るので、こう心がね脆弱の私は耐えられないんじゃないかと思ってずっと避けてきてたんですけどね、まあ、そうも言ってはいられないということでやったんですけど、どっちが便利でしょうね。どちらかってコメント欄の方は Facebook ページが慣れてるのみたいな感じのことがコメントいただいたりとかしてたんですけれども、実際のところ今日のところ閲覧数はですね Google じゃないや、YouTube の方が12人で、それで Facebook ページは23人なんですよ。だからフェイスブックページの方が見てんのかなっていうような感じはするんですけれども、もうちょっとね推移を見ていこうかなというふうに思います。であと今回の土曜の特徴で止まってはいけない、動いた方がいいよっていう話をしたんですけど、昨日私土曜法こんな感じでグッつってこうすごい顔になってましたね、今ね笑っちゃった、こうやってパソコンで打ってたもんでね、ついにドライアイになってしまいまして、で眼科に行ったんですけれども、こんな時に新しい眼科に行くのはどうよミトラさんとかと思ったんだけど、結構距離を長くしてですね、いろいろお買い物だったりお気に入りの花屋さんに行ったりとかね、いろいろしながら行ったんですよ。そしたら結構お医者さんのね話がこうなんだろう、こっちもリラックスしてたから、お医者さんとの話も結構うまくいきまして、おいいじゃんみたいな感じになりました。であとはまあうちの親なんかと昨日の夜も電話で話したんですけれども、もうねバタバタしてたんで、もう動きながら話すことになっちゃったんですね。でなんか変な音するぞとか父は言ってたんですけど、すいませんごめんなさい、ちょっと猫にご飯の準備をしながらやってるのみたいな会話したんですけれども、必要以上に落ち込まなかった気がしますね。なんか立ち止まって止まった状態でなんかこう連絡とかしてる時の方が頭の中いろんなことが錯綜しちゃってパニックになってたんですけれども、なんかやっぱりね常に動くっていうのがいいみたい。そのどうしようも避けたいんだけれども避けられない相手とお茶してる時なんかも、ごめんなさいちょっと仕事させてねって言ってバーッと辛抱ならんみたいなこういうのメッセージをねバーッとこうちょっと一文字送ってみるだったりとか、なんかね2つ動かした方がねうまくいきそうな感じです今回は。だからもう体を動かす歩きスマホをしてね、人にぶつかって誰か人なんかこう危ない目に遭わせてしまうみたいなのは言語道断ですけれども、家の中で動いている分には構わないと思うので、なんかこう安全なところでね、なんかスマホの要件だったらこう打ってみるだったりとかね、電話してみるだったりとか、まあなんかそういうことをね常に動きっていうのを取り入れるっていうことも、とても大切だと思います。まあ、これ昨日の発見だったんですけれどもね。であとはまあ動画配信かな、やっぱり昨日思ったんですけれども、私はこう表現者として、皆さんとその表現活動の一環として霊力を使っていって話をしたいと、まあ、それは自分自身のもう10代の頃に見た夢なんですけれどもね、夢に従って自分のこうありたいっていう姿を
一生懸命出して、でそれに従って頑張って、で皆さんともそうやって歩けたらいいなっていう思いを込めて、やっぱり鑑定というで第六感を使っていくっていうのがやっぱり自分のスタイルとしては合っているなと思うんです。動画正直ね見てらんないレベルだと思いますよ。結構つっかやってますし、間違ったりもしてますし、途中でうっかり止まっちゃったとかっていうのもあるんだけど、それでも40超えた女がなんか悪戦苦闘しているっていうのを見たら、ちょっとぐらい何かできるんじゃないかなって思ってもらえたらいいなっていうふうに思ったりするんです。私自身かっこ悪いっていう自分をこう好きになるっていうんですかね、そういうことから始めて、でゆくゆくはリリー・フランキー大先生みたいにね、いろんなジャンルで活動できているようになりたいと思うんですけどね、どっかのタイミングでね芸名もビビアン・ミトラに変えねばならないと思っておりますね。なんかちょっと心の中でね全部横文字にすればいけるんじゃないかと思っているというね単純な自分がいます。そんなわけでね、小話も含めまして、本日の土曜予報でございました。皆さん、いよいよ土曜が始まりましたが、気持ちは楽しく明るく一人じゃないよっていう風に思いながらねやっていただけたらと思います。じゃあ今日も頑張りましょう。 Good luck!